静岡市の新たな玄関口となる東名高速道路の日本平久能山スマートインターチェンジがおととい開通しました。その効果に期待が高まる一方、開通して分かった課題もあるようです。新しいインターチェンジが今開通しました。待ちわびた車が続々と東名の方に乗り込んでいきます。おととい午後4時、日本平久能山スマートインターチェンジは静岡インターチェンジから東へ3キロの位置に開通しました。今回開通したスマートインターチェンジなんですが、そのゲート付近の道路は片側一車線になっていて、乗り降りする車で混雑しています。開通直後は注目度の高さからか多くの車が利用していました。また開通を待ちわびた地元の住民が記念写真を撮る姿も見られました。県内のスマートインターチェンジは新東名を含め12カ所目で、初年度は1日14,400台の利用を見込んでいます。静岡市は日本平や久能山東照宮など観光地へのアクセス向上にも期待を寄せています。今日、日本平山頂を訪れた観光客は、あの道路はどこを、せっかくなんで新しくできた日本平のスマートインターチェンジ使って降りてきました。特に渋滞もなく混むところもなくスッと来れたんで、もう街中で降りるよりも来やすかったかなと思いますけど。一方でこんな声も。皆さんどちらからいらっしゃる。岩田から。はい。使われてみてどうでした。ちょっとアクセスの道路が狭いかなと。はい。インターチェンジ周辺の道路はまだ整備が不完全な場所もあります。ゲート目の前の十字路は南へ進む道がまだ封鎖されたままです。大型車に迂回を求める案内板もあり、今回の開通によってすぐに周辺の交通環境が良くなったとは言い切れないようです。しかし静岡インターの周辺道路の混雑緩和や医療機関などへの搬送時間の短縮につながるなど、今後日本平久能山スマートインターチェンジの効果が期待されます。